ケイチ、先生が来ましたのです。ああ、リカちゃん、ありがとう。今日は眠いな。ケイちゃん、おはよう。おう、ミオ、おはよう。なんか顔暗いけど大丈夫？別に、なんでもないけど。そう？
何のご用なのですか、ケイチ。リカちゃん。あのさ。はい、なのです。もしかして、突然の恋の告白なのですか？いや、そうじゃなくて。残念なのです。では、何の用ですか？俺ってさ、誰かに狙われてないか？狙われる？ケイチがですか？なんか、いくつか噂を聞いたりしてさ、そんなことないかなーなんて。村では俺のこと、よそ者って思ってる人もいるだろうし。ケイチは、何か悪いことをしたのですか？してないって。悪いことなんて、誓って何もしてない。それなら大丈夫なのです。そうか。何もしていないのであれば、普通に考えても、何かをされる心配はないのです。うん。だったらいいんだけど。しつこいのです、ケイチ。ケイチ、聞いていますか？ああ、聞いてるよ、うん。もう一度、ちゃんと言っておきますです。村の寄り合いで、ケイチの名前が上がったことはありませんのです。だから、不安がる必要はゼロなのです。これでいいですか？ありがとう。おかげで気が楽になった。そもそもケイチは何をそんなに怖がっているのですか？変に不安がっているから余計に犬さんを怒らせてしまうのですよ。ワン、ワンワン。こんなケイチはあまり見ていたくないのです。だからさよならなのですよ。ミオ、あのさ。ケイちゃん？どうしたの？いや、一緒に帰ろうと思ってさ。
ケイちゃんから声かけられるの久しぶりだよね。そうかな。で、何なの？何なのって、何が？話があるからわざわざ追いかけてきた。違う？ああ、さすがだな。で、何？なんで、渡流しの連続殺人事件のこと、ずっと隠してたんだ？不安がらせたくなかったからね。ケイちゃん、雛見沢に来て間がなかったし。じゃあなんで祭りが終わったら話したんだ？なんか黙ってると余計不安になるかなって思ってさ。結局話しても話さなくてもいいことにはならなかったな。で？え？ミオン。で、どうする？このまま黙ってるか、それとも？それともって。仲間だろ、俺たち。仲間ね。まあいいや。それじゃ、今度こそこの話はこれっきりだよ。